ジュンタックです。こんにちは。今日はですね、アメリカのクラシックカメラを紹介したいと思います。これがそのカメラですが、結構しっかりとしたケースに入っています。まあ、オリジナルかどうかはちょっとわからないですが、まあ、割とフィットしてるんじゃないでしょうか。それでは開けてみます。これがそのカメラですね。このカメラはですね、アメリカのコダック社製ですね。で、名前がですね、ナンバー2オートグラフィックブローニーという名前になっています。ブローニーっていうのはコダックで有名なカメラなんですけど、もともとそのボックス箱型のカメラとして、コダックが作って、なんていうかな、ブローニーフィルムっていうのがそこで作られたということで有名なんですけども、まあ、そういう有名なカメラのブローニーカメラの一種なんですね、これね。ボックスカメラじゃないんですけど、ただそこにオートグラフィックっていう名前がついています。オートグラフィックっていうのは何かというと、手で文字が書けるという意味なんですね。で、それがこのカメラの特徴なんです。で、まあ、こんな、ここでどこに文字が書けるのかっていうわけですけど、まあ、裏にちょっと特殊な窓がありまして、ここから書くということになります。まあ、これは後で紹介いたします。それでこのカメラですけど、いつ作られたかというと、1915年、から1926年の生産ということになっています。1915年というと、ちょうど第一次世界大戦が始まったところですかね。で、まあ、世界中で、戦争が始まっていて、しかしアメリカが参戦していくという形になりますよね。で、1926年というわけですから、生産終了が1926年ですから、アメリカの世界恐慌になるちょっと前ですよね、ということです。それで、でちょっと、まあ、開けてみましょうか。開けるのはどうするかというと、ここのですね、これがレンズとシャッターと、蛇腹が入っているわけですけど、これを開けるためにですね、ここのところにちょっとノブが見えますよね。で、ここに爪をちょっと入れて、よいしょ、あれ、あ、はい、入りましたね。で、こういうふうに出します。で、こう開けます。カチッというところ。まあ、こういうカメラなんですけど、まあ、よくこういうのバシャーンとこうスプリングで飛び出てくるカメラがありますけど、まあ、これは引き出し型っていう、ホールディング型というものでね。で、どうやってこれ引き出すかっていうけど、まあ、レンズがついてますけど、ここのところですね、にちょっとそうつまむところがありまして、まあ、レンズの元のところですけど、で、ここにこう指を入れてこれ引っ張り出すということをやります。引っ張り出しますよ。よっ、おーっつって。まあ、ある程度出したら、ここにもちょっとしたノブがあるんで、これで引っ張り出しました。カチンって音がした。まあ、それが一応、レンズが出てきたっていうことですね。もうしっかりこうなっています。で、まあ、こんな風にやって、立てて、使うこともできるということですね。それで、で、この、レンズの、この上のところに、シャッタースピードの変更があります。それからここに絞りがあります。シャッターはここですね。で、ちょっと割と文字がこう小さいので、ちょっと皆さんにはですね、画像で少し拡大してご説明したいと思います。まあ、これを調節して写真を撮るわけですけど、ちょっと見にくいでしょうけど、これがこのカメラの、前方の画像ですけど、ちょっと拡大していきます。どうでしょうか。ここがシャッターのスピードの設定の場所でありまして、25B
T50 ということで、ここにその三角形の、まあ、ノブがちょっと出ておりまして、このノブをこうスライドさせるとカチンカチンカチンとかやると、スピード調節ができるってことですよね。まあ、25っていうのは、まあ、25分の1秒から50っていうのは50分の1秒ってことですね。このカメラ自体は、まあ、1900年のこう非常に早い時期のカメラですので、シャッタースピードっていうのは25分の1か5分の1、50分の1というのは、まあ、よくあるタイプです。それから B っていうのはバルブですね。から T っていうのはタイム。これはあの、当時のカメラのフィルムというのは感度があまり良くなかったんで、少し長時間録音するというんですね。時間をかけて、写真を撮るという時に、この、レンズをですね、シャッターをこう開けっぱなしにして何秒かこう待つというようなやり方があって、まあ、2種類のバルブというのとタイムというのがあるってことです。で、まあ、それを使うということですね。で、ちょっと下の方見ていきますと、ここに何が書いてあるかというと、Made by Eastman Kodak CO Rochester New York 州ですね。USA、アメリカだと。ということで、このカメラの、まあ、正式なその社名というか、それがこう書かれているということです。それで、まあ、ここにその、シャッターと絞りの様子がこう見えますよね。それで、これがシャッターですね。これをこうバッと下へ下ろすとカシャンとこう切れるという形です。それでさらに下を見てみますと、ここが絞りの設定なんですけど、絞りの設定はここですね。US の4から US のこれ8ですよね。から16、32、64というのになってます。で、この US システムっていうのはユニフォームシステムというアメリカの絞りの設定、あの値の、取り決めがありまして、普通の私たちが使っているその絞り F のなんてかっていうのとはちょっと違うわけですよね。で、まあ4というのが一番開放ですね。それから一番大きい64というのが絞り込んでる、こう光を入れないようにするということで、それは現在のですね、その F の値に換算すると、US の4というのはF の8だそうです。それから US の8は F で言えば11、US の16はこれはなんか F の16と同じだそうです。US の32、これは F の22。US の64はF の32に当たるそうです。ですから、まあ、そのことを頭に入れておけば、現代のカメラと同じようにこれを取り扱うことができるということが言えます。それでもう少しちょっと見てみますと、今度は何か文字がちょっといっぱい書いてあるんですけど、ニアビュー、ポートレートって書いてあるのかな。だから、まあ、ポートレート写真とか、まあ、近くを撮るような場合は、ここで、この US4 で撮りなさいみたいなことで。それから、これディスタントビュー。遠いとこじゃあこのぐらいにしましょう。それから、こちらの方は、クラウズマリーンですから、曇った海岸ということですかね。そういう時にはこのぐらいの値にしなさいというようなことです。まあ、絞りの簡単なその設定の、環境の状態ですね。と対応させていると。そしてさらにここのところを見ますと、これもちょっと面白いんですけど、ボールベアリングって書いてあるんですね。ボールベアリングっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、金属でできた球体ですね。玉ですね。で、それを、その機械部品の中に使うと、こう滑りが良くなると、回転がすごく良くなると、滑りがなくなるもんですから、よく回転するというようなことで、自動車の中にはたくさんボールベアリングが使われています。例えばエンジンの回転を滑らかにするためにエンジンから出ている軸にこの、ボールベアリングがたくさん使われているということがあります。で、まあ、このカメラにもですね、カメラにそのボールベアリングを使おうということを、
もう考えたんですね、コダックさんは。で、ちゃんとそれはパテントも取ってるということで、パテントの番号もここに書かれてると。1910年に1回取って、1913年に、1月にパテントをまた取ってるというようなことが書いてあります。コダック社のカメラはですね、そのパテントの番号がたくさん書いてあってですね、もうちゃんとその特許っていうんですか、特許の登録をしながら売ってるというようなことが特徴だと思います。それがきちっとこう人に見えるように書かれているということですね。で、さらにその下をこう見ていくと、ナンバー2、ホールディングオートグラフィックブローニーと。まあ、これがそのカメ、このカメラの名前ですよね。ナンバー2っていうのは、この、まあ、ブローニーカメラっていうのは皆さんご存知ですよね。小さいボックス型のカメラなんですけど、ボックスカメラ型自体はこのコダック最初、1800年の後半ですよね、に、作ってるんですけど、で、1900年にですね、ボックス型の、まあ、確かブローニーフィルムっていうのは117フィルムのことなんですけど、ブローニーフィルムを使ったボックスカメラを1個1ドルでこう販売したと。これがまあその、まあ、1ドルというと今の価格とは違いますけど、まあ、非常にこう安価なカメラっていうことですよね。で、まあ、それについてはまたご紹介しますけど、まあ、たくさんカメラを売って、まあ、フィルムをこうたくさん使ってもらうというか、みんなにそのアメリカの皆さんにそのカメラ、写真をですね、たくさん使ってもらって楽しんでもらおうという、そういう考えで、作ったと。で、その小型ボックスカメラのブローニーっていうのが、有名ですけど、これも、このカメラも実はブローニーカメラってことですよね。ただし、ナンバー2だと。2番目だって。これナンバー2ってどういう意味かというと、先ほど言いましたように、最初の、ボックスカメラブローニーっていうのは117フィルムっていうのは、これ120フィルムですけど、まあ、これと同じ形なんですけども、ただそれは 6×6 の写真を撮るためのものであって、それを120フィルムにしたっていうのが、 6×9 センチですかのフィルムを撮るようなカメラとして、まあ、このカメラ作られたということで、それをナンバー2と言ってるんですよね。ですからナンバー1は117のことで、これはナンバー2のフォールディング型カメラということですね。ということを説明しているわけです。まあ、細かいところはちょっと説明しましたけども、それで、ちょっとシャッター切ってみましょうか。現在は25分の1のところに設定されています。で、これはこれを上をこうずらしていけば BT50 っていうところがありますけど、要するにこのボトントントンとこう変えていくということによって、そのシャッタースピードを変えられると。で、絞りはここでこう調節できますから、まあ、それはある値にして、で、こうシャッター来ています。いいですか？切れました。で、このカメラはですね、シャッターチャージというのはないんです。ただこう押して、それでこう、まあ、スプリングでパシンとこうシャッターを切るという形のカメラになります。それで、まあ、シャッタースピードからフォーカスっていうのは説明いたしましたね。それから、ディスタンスというんですが、ピントはどうやって調節するというんですけど、するのかという、まあ、ピントがちゃんと調節できるカメラというのは、初期にはあまりないんですけど、目測でやるということですけど、このカメラは実はそのピントの調節ができるんですね。それはここに、ある、ちょっとしたこの、メモリがあるんですけど、まあ、それを使ってピント調節ができるというのは、このカメラの特徴でもあります。これもちょっと詳しく、画像の方で詳細を紹介したいと思うんですが、これが、ピント調節の、その調節するメモリーのところなんですけど、まあ、このレンズのここのところですよね。設定の時に先ほどカチンと音が最後したんですけど、実はこのピントのところの、溝にパチンとこうはまる音だったんですけど、まあ、そのはまったところがこれですね。
でその、パチンとはまるところが1箇所2箇所あって、これは当然それはあの、レンズの位置をこう変えることによって、これちょっと大変ですけどこう調整することができるということです。それで現在の状態は30のところにこうパチンとはまってるんですけど、これはどういうことかというと、これメーターって書いてありますね。こちらはフィートになってますよね。こちらはメーター換算だと30っていうことは30メートルっていうことですよね。ということは対象が30メートルの遠方にあるときはここがピントが合いますよということで、ね、でもう一つの溝は2と2分の1というところで2メートル50ということですよね。これは近距離ということですよね。だから遠距離近距離の 2つの設定があって、その真ん中はまあ中距離ということになりますよね。で、このカメラはピントがですね、近距離遠距離その間の中距離というような形で、撮ることができるというようなピントの調節がここにあるということなんですけど、実際はその設定をするために、で先ほど言いましたようにこれこう割とこうレンズを出したり引いたりこうしなきゃならないから、現在のカメラはこういうところでやったり、レンジファインダーみたいなのもありますから、随分それは簡単化されたっていうことですよね。ただこれもそれはできると。で、このカメラのですね、作例っていうか試しに撮ってみたものはこれでして、アパートメントですよね。木がありますけど、遠距離で撮ったってことですよね。ピントが遠方にありますから。でそのところに自動車がパッと入ってきたということで、自動車がこう、ブレてますので、当然25分の1で撮っているところにこう自動車がパッと入ってきたわけですので、ブレちゃったということで、ちゃんと撮れるということですよね。写真そのものについては私はあまり専門ではありませんけど、この程度には撮れるんだなということですよね。分かっていただけると思うんですね。それで、からそのファインダーですね。ここにあるのはファインダーですけど、このファインダーっていうのはこっち側にその見えるところがあって、これ、このまま使えばこういうポートレートが立ってるんでしょうか。縦長にこう、写真が撮れるということですよね。で、これを、ちょっとこう90度動かしますと、ファインダーがこう見て、水平型っていうことですね。この辺にそのビューファインダーがあるわけじゃないんですね。これだけでやるってことです。その代わりすりガラスが使われてますので、これちょっと割と見やすいですよね。その、風景写真を撮るときはこうやって撮るということですね。で、写真を撮るということで、普通のこれはカメラであって、しかしそのフォールディングカメラ、コダック氏が使ったフォールディングカメラっていうのは1900年の初期の頃にこう作ってきているわけですので、世界で見てもこのフォールディングカメラっていうことをそのコダック社が主に作り出してきたんだということは、いろんな本に書かれています。でただ先ほどから言ったようにこのカメラで特別な手書きに何か文字が書けるっていうことを先から言ってるわけですから、それはどういうふうにやるかっていうことなんですが、それを説明するためにちょっと閉じたいと思います。レンズをこうしてこのつまみをこうつまんで中にこう入れていくというね。でさらにこれをこうやってやってここのとこ調節しますとこうなりますので、これでロックするということで、これでカメラは元の状態に戻ったということです。でさて、手書きの文字をどこから書くかというと、ここですね。裏面にはこういうものがありまして、これは実は開くんですね。今はフィルム入ってませんけど、でこれが蓋になってるわけですけど、それだけじゃなくて、ここにペンがついてるんです。こういう金属製のペンですね。鉄ペンっていうんでしょうか。でこれをですね、ここに窓がありまして、裏に。で、ここのところがちょうどフィルムの後ろの裏面が出てきてるんです。で、そこに対して、こう、鉄ペンで、こう、コシコシと、こう、文字を書くと。言うと、この書いた文字が、フィルムに、感光するということですね。だから、
まあ、こちら側のレンズ側から写真が撮れるし、こっからは手書きで書いた文字を感光するというか、まあ、書けると。写真に、ネガに映るということです。で、まあ、普通のこの120フィルムではそういうのないんですけど、要するにオートグラフィック型のフィルムというのを昔は売ってたわけです。今は売ってませんけど。で、それを使うということですね。それがどういう効果をもたらすかっていうとですね、これは実際写真にもし手書きのブローニーフィルムで撮って、ここに文字が書けてあったとすると、ここにですね、黒い帯が出まして、その黒い帯の真ん中に白く文字が浮き出るという形になるようです。で、まあ、例えばその日付ですよね。それから写した場所とか、まあ、ペットの名前とかこう書くような人もいます。で、特殊なフィルムを使ってそれをちゃんと写真に撮ると、ここに文字が浮き出てるということですね。で、まあ、こういうものをコダックが、まあ、考えてカメラとして作ったというわけですね。で、そういうものって、まあ、日本でもフィルムカメラにはその日付が出るようなものが入るようなものがありますから、まあ、そういう仕組みの、まあ、先駆けだったということですよね。というふうに言えると思います。で、ただまあ、ここでお話ししたいのは、さらにフィルムが特殊だったということですよね。そういう文字が浮き出るにはどうするかということですけど、まあ、そのフィルムは A の120っていう名前が付けられます。120フィルムなんだけど、 A っていう大文字がここにつくと。その A っていうのがオートグラフィックっていう意味ですね。で、それを、まあ、使うわけですけど、そのオートグラフィックフィルムというのは、実はまあ、アメリカのなんか有名な発明家が特許取っているらしくて、で、コダックがそれを特許を、まあ、利用するということで契約をして、自分のところで自社生産していくという形で、こういうカメラを作ってきたってことですね。で、こういうフィルムが作られたのは、1914年から1932年、の間だったそうです。で、1914年というと、先ほど言いましたように第一次世界大戦が始まった頃、それから、まあ、フィルムが、終了した1932年は、ちょうど世界恐慌がもう大変な状態になってた時代ということですよね。で、まあ、そういう、なんていうかな、文字が書けるフィルムをですね、皆さんたくさん使ったという記録があります。で、10年間ぐらいはみんなたくさん使ってた。だけど、だんだん使う人が少なくなって、実は消えていっちゃったと。1932年は消えていったということになるそうです。で、ただまあ、私はこのカメラを紹介するっていうのはそういうことですよね。まあ、コダックっていうのは、先進的な技術をカメラに応用していこうという姿勢があったと。で、それを、かつカメラはできるだけ安価に、まあ、フィルムもたくさん売っていこうというビジネスモデルをやってたようなんですね。例えばそのロールフィルムっていうの、今、これもロールフィルムですけど、こういう形って、やっぱし、コダックが最初、まあ、生産して、たくさん売ってたってわけですけど、まあ、ロールフィルムのこの、なんていうか、仕組みも、実はコダックではなくて、まあ、あるアメリカ人が発明して特許を取って、で、それをまあ利用するって形にしたということですけど、それからまあカラーフィルムを世界で初めて作ったのもコダックだと言われてるし、それからデジタルカメラも、なんかコダックの発明らしいですね。それから、16ミリの映画フィルムの規格なんかも作ってるってことで、非常にカメラに対して先進的な、先見的な、なんか態度が見受けられますね。ビジネスの見受けられると、まあ、そういうところが非常に面白いっていうことですよね。それで、じゃあフィルムをちょっと入れてみたいと思うんですが、入れていますが、フィルムの入れ方がちょっと特殊なんですね、これ。
それはですね、この、まあ、前面のカメラの前面のここに三脚の穴がありますけど、今これ引き出しましたけど、実は引き出し棒のレンズ引き出しのそのノブはここにあるんですけど、その反対側のこのところですね、ここにちょっと面白い、なんかスイッチみたいな、ロックがあるんですけど、でこれを、まあ、開けて中に入れるという形です。でちょっとやってみますね。こんな風にしてまずずらせると、ここをずらせると、そしてこの、この部分ですね、これをこう引き出すんですけど、ちょっとデリケートなんですけど、こうやってやって、で、デリケートにこうやって、これをこう分離するということで、これ2つに分かれるんです。まあ、こちらは結局、まあ、蛇腹とレンズが見えますよね。それからここにはそのロールがあります。フィルムをこううまく流すような形でね。まあこういうものがここにあって、これが、まあフィルムを入れる場所ですね。ですから、二つに分かれて、この下の方にこうフィルムを入れると。ですから実際は、ちょっと今、知っているものとは、ちょっと特殊な入れ方になりますよね。どうしてそんな特殊な入れ方をするかというと、まあ、ここに結局そのオートグラフィックの窓がありますから、そこにそのフィルムの裏面をこう入れたいと、出したいということだと思います。でここに赤窓が見えますね。ここに今スプールが入ってますが、このスプールは以前私が使った時の空のスプールがここにあるということです。で、まあ、空のスプールを今度はこちらに入れ替えて、で、この新しいフィルムもこちらに入れるという形になります。で、ちょっとやってみます。ですね、まあ、ここにその、フィルムをこう、巻き取るノブがありますから、これを、この間に、ここにですね、新しい、その、新しいフィルムがこう入るようにする、新しいフィルムではなく、その、引き出した方の、フィルム、スプール、カラーのスプールの方を入れるわけですけど、それをうまく入れるために、これを引き出します。この部分。そして、こう入れるという形ですが、ただですね、少し、まあ、やりにくいところがちょっとあるので、外で、これをこう、入れたいと思います。フィルムはこう普通こう入れますけど、実はこう入れるんですね、このカメラは。なぜかというと、裏面にそのオートグラフィックが、こう、書くところがあるからですよね。で、これをですね、ここを、空のスプールに、差し込んでと、差し込んで、で、これをこう巻いていくという形ですね。もう左の方が新しいフィルムですよね。で、こうやってやるわけですが、新しいフィルムは、この左の方にこうただ入れるだけですね。で、その取ったフィルムを巻き取っていく方は、これを、この巻き取りのノブの方に入れて入れると。そしてこれを、まあ、注意深く、こちらはその取ってないフィルムですから、でこう回転させて、しっかりこう巻き取れるようだったら、このレンズ側をですね、はめるんですけども、まあ、このところにうまくこうかけるというような、ね、こういうふうにやって入れるということ、ちょっと注意深くやるんですけども、まずこちら側をはめて、そしてこれをガチンってやると、そしてこのロックをかけると、これでフィルムが入りました。それで、で次はこの赤窓を使って一番を出しましょう。この赤窓を出します。私はこういうテープ使って割と遮光性を高めています。何もその遮光板がついてないので。でさらにこれを、巻き取り、ノブをこうやってやっていくと、フィルムがの裏面がこういろんな模様がこう出てくるわけですが、矢印がちょっと出てきましたね。で次は番号が出てくるはずですが、ちょっと文字が出てきましたね。でここに1と
いう番号が出てきましたから、これは1枚目の写真が撮れるようになったということですね。ここにあって、そして、レンズを引き出して、ちょっと硬くなっちゃってる、よし、引き出してこうですね。そしてこうやったらば、また指でこのレンズ部を前に引き出す。で、このノブをちょっと前に持っていくとカチンというと、ここでカメラが使える状態になったってことですね。で、そして、まあホルダー、ビューファインダーをこう見ながら写真を、シャッターを下ろすという形になります。そして、まあ写真を撮ったらここに文字を書かなきゃいけないので、これをこういうふうにやって、こうやって、まあなかなかこれやりにくいんですけど、このペンを引き出してここにこう文字を書くと、今白い面が出てますので、そのオートグラフィックフィルムじゃないからそうなんですけど、普通の120フィルムがの裏が出てるわけです。ここにこう文字を書くというようなことをこうやっていくわけですね。で、私も試しにですね、このオートグラフィックフィルムじゃなくて普通の120だったんだけど、写真を撮ったらこう開けてこう書いてみる、真似をしてみてやったんですけど、ここ窓開けちゃうから、フィルムにこう裏面が光に当たるから、録音しちゃうかなと思ったけど、結果的には、まあ、書いて蓋を閉めるぐらいではその録音は全然しないですね。まあ、私は専門家じゃないからそこはちょっと分かりませんけど、気になるような録音はないです。ということは、120フィルムの裏面って結構遮光性が高いってことですよね、というふうに思いました。それで、まあ、そのこのカメラはそのオートグラフィックとか手書きで書けるっていう話なんだけど、そのフィルムってどうやって作られてたかっていうことですよね。中はどうなってたかということで、フィルムの何かですね、まあ物の説明によると、そのフィルム面の裏にカーボン紙がこう貼られていると。カーボン紙っていうのは、カーボンっていうのは炭、木炭ですよね。木炭がこう、黒く、塗られているカーボン紙、有名ですよね、カーボンの紙ってことに。で、さらにもう一枚薄い紙が貼られている、でサンドイッチされているというふうに、説明があるんですけど、まあそれでこう文字で書いて、本当に先ほど言ったように、まあその文字が書いた文字が白く出るっていうのは、まあ白く出るということは光が干渉しているということですから、確かにその人がこう書いてカーボン紙を削ったから、そこにその文字のところのカーボンが取れて、そこに光が当たってフィルムにもね、その干渉するっていうのは分かるんですけど、ただそのフィルム面があってカーボン紙があってから薄い紙があるという、そういうサンドイッチしたものでこう、鉄ペンでこうやると、本当にそういう文字で書けるものなんでしょうかね。ちょっと私は疑問があって、もうちょっと何か謎があるかなということなんで、もしその皆さんの中でそのこと詳しい方いたら、コメントで教えてもらえると嬉しいです。ちょっとどうなってるのかなというふうに思いました。さて、まあその今日はですね、このコダック社の初期のカメラですよね、が非常にこう歴史的に重要だということで私はご紹介したんですけど、でまあそういうものをまあ、どこで買ったかということなんですけど、実はこれ eBay で買いました。eBay で購入して、eBay だけど、eBay の .de ですね。ドイツ語系の、まあ、eBay で買った。まあ、たまたま行ってて、もう非常に安価で、これ買えたんですね。だから、まあ、ポチッとこう買ってしまったってわけですけども、ただまあ、ドイツから送付してもらうわけですので、送料がちょっとかかる。それでも、もう驚くほど安価だったので、しかしまあ安価には安価の理由があって、やっぱりこれサビだらけだったんですね。もう至る所こう錆びちゃってて、でね、その皮なんかも剥がれ、一部こう剥がれかかってたみたいな形で、
本当にこの悲しい状態だったんですけど、でもまあし感動品みたいなことが書いてあったんで、ちゃんと動くならまあ買って修理してみようかなと思って修理をすることにしたんですね。で、まあ、少し私その修理の話をしたいんですけども、まあ、サビどうしてこうサビが出てるかっていうと、まあ、カメラのサビっていうと緑の6色系のサビが多いですよね。ですけどこの時代はその6色が出る精度というか同型のものってじゃなくてその鉄を使ってるんですよね。ここもまあ、まあ、真鍮ですか、真鍮製のところがあるから、まあ、そこも緑に錆びるんだけど、それよりも鉄の錆びはなんか恐ろしいですよね。もうボロボロになっちゃうんで。で、塗料もですね、やっぱり古くなってくると、まあ、柔らかくなっちゃって指で擦ると取れちゃうというようなものがあるわけですよね。ですからまあヤスリでまずその何ていうか錆を取って、そして再塗装するんですか、ことを試みたわけです。で、例えばこういうところが赤錆がいっぱい出てる、まあ、私なんかこういうヤスリですよね。でこうこれ結構粗いヤスリなんで、粗いっていうのはその結構錆がこう取れるようなもんで、これをこうゆっくり慎重にこう錆を落としていくというようなことをやります。で、まあ、こういうところも錆びるので、こういうところですね、これやっぱり全部このヤスリでこう、錆を取るわけです。でそうすると、まあ、塗料も当然その今言ったように劣化しちゃってるので、もこんなんで削るとすると取れてしまうんですよね。ですからまあそれはしょうがないということで、塗料も取っていくと、錆と塗料も取って、まあ、まずその処理をすると。でその次はですね、このヤスリはかなり粗いのでたくさん錆が取れるんですけども、まあ、私はこういう、まあ、小さな、これなんか彫金用かなかなんかの、のヤスリですけど、そういうものをこう使いまして、さらにこれをこう 細かいヤスリですので、これでこうきれいに錆と塗料をこう取っていくということ。で、ある程度こう、傷がなくなってきたらば、まあ、できるだけ細かいのでこう傷をなくすっていうことが必要なんですよね。なぜかというと錆を取ったり塗料を取ったりしてこのヤスリで削ると、そのヤスリの削った跡がこう結構出ちゃうよ。でその時にこう塗料でこう修理してもですね、その塗装した後にやっぱりヤスリの傷跡がこう出てきちゃうので、もうできるだけ細かいのでこう丁寧に取るという、やったらば、まあ、そこに塗料でこう塗れば綺麗に、これは決してそんなにうまくいってるわけじゃないんですけど、まあ、塗装はうまくいくと思います。で塗装にはですね、まあ、私黒でも2種類黒ありますよね。ツヤありのとツヤなしっていう、ツヤありかツヤなしというのは、この元々のカメラに出て、ついている塗料が、まあ、ツヤありだったらツヤありを塗ると、ツヤなしだったらツヤなしを塗る、そういうやり方で、再塗装するわけです。で、なんでその2種類あるかというと、内部は結局ツヤなしでやってるものが多いですよね。要するに乱反射すると光がフィルムに入っちゃうということです。まあ、そんなことをやっています。で、まあ、こういうところも、まあ、こう銀色のね、こう形になってますけど、こういうのはどうするかというと、まあ、やすって、きれいに細かく、錆を取ったら、今度はクリアラッカーですね。要するに、こう、透明なラッカーで少し補修しておくということで、錆の、再度錆が出ないように、するようなことをしています。相当こう歴代の歴史のあるカメラのようで、これもその取っ手があるんですけど、ここにちゃんと、ナンバー2とナンバー2オートグラフィックブローニーっていう名前が書いてあるのがちょっと薄く見えるんですけど、すでに消えてしまっているとというようなことですよね。でまあここまでやってきて写真撮って、このぐらいには撮れるということをご紹介したかったです。で、まあ、このカメラを紹介したのは、コダック社っていうのがアメリカでですね、まあ、ブローニー型カメラ、小型の箱型のカメラを作って1ドルで売ってた、まあ、その気持ちが、
この子宅舎って素晴らしいなと思って、たくさんその安く、まあ、子供も使うでしょうし、ファミリーで写真を楽しむっていうことを、まあ、アメリカの市民生活の中にこうそういうものを考えたんでしょうね。で、またそれからその子宅舎がこう世界に先駆けて新しいことをやっていくという気概ですね、まあ、そういうのがこの歴史的なあのカメラに現れてると思うんですよね。まあ、それをご紹介した。で、実際に今でも120フィルムは売られてますから、オートグラフィックフィルムじゃないけども、文字が書けるフィルムじゃないけど、それを使えるわけですから。で、まあ、それを使って、楽しむというか、まあ、そういうのも、とても、なんていうかな、人生を楽しくするんじゃないかなというふうに、私は思ってるんですね。で、まあ、皆さん、その、まあ、このか、私のご紹介っていうのは割と、まあ、歴史的なことも含んでいるけど、まあ、皆さんがそのカメラの、と市民のと、なんていうかな、つながりみたいなものが少し分かってもらえたら嬉しいと思います。まあ、面白いなと思ったら、まあ、ぜひ、グッドマークいただけたら嬉しいし、登録もお願いしたいです。だから、何かその、情報があったらコメントでいただけると、まあ、コミュニケーションができますので、そういうことも通して、皆さんとこのカメラを楽しんでいけたらいいなと思っています。まあ、本日はコダック社のナンバー2オートグラフィックブローニーというカメラをご紹介しました。以上です。ありがとうございました。